2番砲、スタンバイ完了。両援グリーン、フェよきよき。これダメだな。これはダメですね。で、攻撃できなくなっちゃったからな。受けられてる。痛い。最初あんまいねえな。まあ、でもいっか。一列に並んでる状況っていうのはあんまないよね。
ょ、待てよ、連滅だもんな。ダメージなんだが、反撃でなんとかなるか。よし、ナイス。容赦ねえな。危ない。ねえもんな、一発しか使えない全体攻撃をこいつらに使うのもちょっとね、もったいないく感じてしまうよね。いいね、いい削り。お、お前もマップ持ってたか。独自は、あ、なんか状態上経過。
あーなんかついた、なんかついた。おメモか。今ちょっとダサいな。さすがに今のはダサくないかい？これも1本だもんね。微妙に使いにくいマップ兵器だ。これ2回ぐらい入れといて、サクランも忘れず、あとなんだろうな、なんかやっておきたかったんだよな。何かしておきたかったんだけど、何かだか忘れちゃったな。あ、補給。下は危ないと思うんだな。まずこいつ処すわ。なった。あ、攻撃できなかった。
白くなってんのか、これは強いな。よいしょなこいつ。マップ兵器として使うくらいだったら普通に武装としてぶっ放した方がいいんじゃねっていう。こいつ生かしとくと危険なんで倒そう。ハンマスだからこの辺に逃げればとりあえず当たんないかな。攻撃できんやん。危ねえ。硬いねー。あ、やべ、ボスに鉄壁使っとかないと落とされるかもしれないな。あ、動きた。硬い硬い。ずっとハリケーンでいいかな。
頑張った頑張った、努力は認めてやるよ。腹痛ついてるからな、強いなら殴んない方がいいな。まず腹痛を引っぺがさないとね。ヤさんのやつ別に髪湯にこだわってないのか。多少の柔軟性見せてきやがった。打ちまえ。補給欲しいっす。ですよね。1,2,3,4,5。攻撃とかなかったか。あ、入ってない。勇気に入ってんだっけか。入ってない。あとはこれ神入を射程から逃がせばいいから、魂直感で。これでセブンスウェルをぶっ放す。どうせだったら金。でも倒しきれないかな。ミルバーシュ、俺たちに力を。当たり？
た。当たんな。もうちょい。あとはミネルバだけか。ミネルバじゃねえや。ミネルバか。うん。容赦なくいくぜ。危なーい。それでもまだ耐えるな。ここを攻撃する気だよ。すげえ殴り合いだな。撃てる。あー、いやでも倒せねえんじゃね。さすがに硬えだろ。ほらね。隣接する味方の獲得資金。あ。じゃあすいませんけど。よいしょー。オッケー。回答30、軸線よろし。タンホイザーテーン。説得してねえな。
得してねえから今回仲間になんねえな。忘れてた。そう望んでいる。はい、というわけでプラグ立て忘れて多分戻ってきてないよね。そうだね。タリアとレイの、復帰フラグ立てるの忘れてたんでパーティーには戻ってきませんでした。まあちょっと残念だけども、まあね。まあしょうがないしょうがない。はい、まあまだあと2週ねやっていくつもりでいるから、どっかの週で、まあどっかの週で言っても次やるのは原作再現の方やるからこの仲間なんないんだけど、最後5週目でね、あの完璧にあの攻略していこうと思ってるんで、まあ今回はこれまでということで、そしたらですね、次18招待ということなんだけど、イザーグ出して、あと誰にしようかな。誰でもいいけどな。まあ今取るかな。うん、ちょっとこれでうまいことパーティー行くんで、次の戦いにまた挑みたいと思います。はい、ではスーパーロボット対戦 Z 実況プレイパート341、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまでにいけるな。